子孫よ。我が子孫よ。お主が行かんとするその門は5つの城で固く閉ざされている。お主の持つ力を使い、全てを解除すれば、その門は開くだ。 Thank you.
Zelda-sama はどこ頃？あれは魔物頃。
Thank you.
子孫よ、我が血を継ぐ者ユンよ。その声はずっと僕らに話しかけてきてた人頃。我はお主の遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゴロン族の戦士にして炎を司る賢者あり、己が身を武器とした豪快な戦いぶり見事。さすがは我が子孫ゴロンの誇りぞ。あれは民を堕落せしむ岩石の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石がお主の手に渡るのを防ぐことだった。魔王と秘石。そう、お主は初めて聞くだろう。だからこそ話させてほしい。封印戦争と呼ばれた戦いと我が一族の定めを。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。それこそが魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術として秘石を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我もその人に炎の賢者として秘石を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が渾身の一撃をやすやすと弾く強靭さ、比類なき剛力。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゴロン族の定めを決定づけた。封印はいずれ解け、魔王は復活してしまいます。だから彼にはそれに対抗する力が必要となるのです。炎を司るゴロン族の力、どうか剣士リンクに貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの本願。我がゴロン一族は魔王復活の時、再び炎の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争の全貌と我が一族の定め。お主らの活躍でゴロンシティは救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ユンよ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのが僕の定め頃。僕にそれを継いでほしいって本当に。僕は
ご先祖様たちみたいに立派じゃないけど、でもここで迷ってちゃみんなに恥ずかしいゴロ。いつまでも甘えた僕じゃない、やってみせるゴロ。僕の力はいつでもリンクと一緒ごろ。僕、君の隣に立てるように強くなるごろ。さあ、帰るごろ。